私勇気振り絞る。
めまして、私たちピチピチの宝石アイドルミエナロッシュです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日2回目のライブなんですけども、1回自己紹介させてもらいます。はい、ことことこと稲田ことのです。よろしくお願いします。はい、なっちことの片山なつきです。よろしくお願いします。はい、まゆちゃんこと上田まゆです。よろしくお願いします。今ね、雨すごかったですよね。びっくりしたんですけど、また晴れてきたみたいでよかったです。あの写真は SNS にアップする際はもう一回いいんですけど、あのメンバーに確認をお願いします。お願いします。はい、それとまだあと2組のアイドルさんがもう一回ずつライブされるので、このビエノーシのステージも盛り上げて、その次の人たちのステージも盛り上げてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは早速次の曲に行きたいと思います。聴いてください。ハリケーン役のシンデレラ。
Yeah.
Thank you.
ろしくお願いします。お願いします。この後は北陸アイドル部さんのステージです。以上、私たちプチプチの宝石アイドルメガロシでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に盛り上がりましたね。私もここら辺でおだかせたんですけど、本当にね、最高のねハッピータイムだったと思います。さっきからちょっと思ってたことがあって、なんか似てないって思ってたんですよ。で、あれと思ったら、そういえばこれ私ももともとビエナロスにいたんですけど、衣装でもらったんです、辞めるときに。だから、あ、一緒なの当たり前だなって思って、はい、ちょっと、あ、気づきました、はいはい、じゃあね、本当にね、最高のハッピータイムでもっと盛り上がったので、この後もね、もっともっと盛り上がっていきましょう。イエーイ大丈夫、みんなまだ体力ありますか？あと2組残ってますけど大丈夫ですか？大丈夫？うん。じゃあね、あちらでビーノロッシがね、物販始めたので、また皆さんここのステージも見つつ行ってください。で、さりげなく私もあそこで物販してたりするので、さきちゃんって呼んでくださったら伺いますので、また皆様よろしくお願いします。はい、ちょっとお客さんが増えたので、もう一回ね自己紹介させてください。はい、まのさきと申します。身長173センチの19歳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、MC やってるんですけど、普段はライブしたり、あとメイドカフェとか、富山県で唯一の萌え萌え系のメイドカフェが、富山駅北口のボルファート富山の中のカフェモエールというところに、毎週土曜日の夜の5時から、9時半までやっています。メイドさんもね募集中なので、近くにね可愛い女の子とかいたら、メイドさんならないって声かけてねあげてくださったらちょっと嬉しいです。はい、ということで、さっきもねステージさせていただいたんですけど、もうね、そろそろ準備整ったかな、もうちょっとかな、でもちょっとね、喋ろうと思うんですけどね、だんだん人も増えてきて、お天気も良くなって本当に最高ですね。朝ね、ちょっと雨降ってたり、さっき私のライブ中にカメラとか機材がボーンって風でね飛ばされたんですけど、